なんでとりあえず被災地に行ったかっていうと、僕は周りで動いてる人があんまりいなくて、物資とかにしてもそうだし、だけどなんかその遠くの方でこう NPO とかで集めてる人はいるみたいな。で豊橋でいないってことになって、とりあえず物資を集めることになって、でなんかそれでも全然やった気になってないし、なんか変な感じでこのままでいいのかみたいな、現地見とかないでいいのかと思って、まあ、軽い気持ちでとりあえずもう行きたいから行っちゃったみたいな、うん、でそれで3回ぐらいもう行ってる感じをですどの辺りに行かれるんですか？僕は1回目はとりあえず山形を拠点にして、でそこから、山本町、宮城の下の方ですね、宮城県山本町に炊き出しに行って、であとは、まあ、物資を南相馬の方に運んだりだとか、それ結構3回ぐらい。であとはこういったかな、仙台の若林区の泥出し、まあいろいろやってきて、あと南相馬でちょっとした音楽祭みたいなのをちょっとやりました。もうやったんですか？そうそうそう、なんか一応太陽発電でライブをやるっていうので、その南相馬の人の炊き出しとそういう音楽祭みたいな。何か楽器されるんですか？僕は音響で裏方の方なんで、そっちを手伝いしながら、みんな高いですよね。まずやれることはないので、まあ一応そんな感じ。そう、そこ、まあ、なんて言うんだろう、毎晩なんか泊まってる別荘みたいなのがあって、そこ借りてる。でそこにも10人ぐらい、僕たちのチームの音楽の仲間たちがいるみたいな、そういうとこでやってて、面白い感じでやってます。ヒコです。前にさっきケビンさんが言ったように募金活動をしてるのを豊橋にいた時に聞いて、あ、じゃあぜひということで参加させてもらって、そこからのつながりですね。うん、はい。で僕は今山梨県立大学っていうところに行ってて、で、もう授業がないのでこっちに住んでるんですけど、たまにあっちに行って。でその時に大学の中で何か被災地支援ができることないかっていう話があって、大学の先遣隊として僕が、もう一人の学生と一緒に、その時は福島の南相馬と、宮城の石巻に行ってきました。でそれが1回目で、その時はもう本当2泊3日ぐらいの強行だったので、その後に個人的に一人で石巻に、2週間ちょっとして、で帰ってきて今ですね。さ、え、いつ帰ってきたんだっけ？4月じゃない、6月の初めぐらいですね。そうですね、6月の初めで、このね、豊橋では貴重なお二人結構他にも実はいるとは思うんですけど、うん、なかなかこう横のつながりなくて、うん、で自分たちの周りでもなんかやっぱりこう記憶からどんどん、あの時の衝撃からはもちろん忘れていくし、忘れていくことが一ついいことかもしれないですけど、でも忘れずに続けることが大事だなって思ってるんで、でこの二人の、ね、お話をこう聞けたら面白そうだなと思って、単純に。でね、初めは募金とかもすごい来たんだよね。20人ぐらい、25人ぐらいで始めやってたんだけど、まあね、どんどんなんかこうね、消防っぽくなってきてしまってまあね、まあいいこと、ね、まあ、ずっとそれだけにはこだわってられないとは思うけど、でもまあそれぞれが一つ少しずつやれることをやって増やしていけば、もっとなんかいろんなことできるかなと思うので、なんかそのヒントでも今日も得れればなと思って、はい、います。でここからはもう2人に全てバトンタッチして。ちなみに南相馬は物資を搬送しただけです。あ、え、ホテルとか行政のとことかっていうの、道の駅みたいなところに。
僕は多分そこからもうちょっと先に行った、はい、ホテル、ビジネスホテル六角っていうところがあって、はい、でそこにまあ物資を持ってって、そこで集まってきた人に分けるみたいな、あの在宅の人たちに分けるみたいなとこに南相馬行ってて、うん、そこがもうあの立ち入り禁止のとこがもう見えるぐらい、500メートルぐらいのとこで、じゃあもう20キロちょっと先ぐらい、じゃあちょっと先ぐらい、 20.5 キロぐらいの、うんうん、そういうとこ行って、うん、なんだろう、なんかそこ行って思ったのが、ちょっとみんな意識が低くないのかみたいな、放射能とかに関してっていうのをなんかすごい思ってて、なんか初め行ったのが4月の頭ぐらい でその時はまだこう、まあ、ぐっしゃーってみんななってて混乱してるから、まあしょうがないとして、僕もいろいろこう講演会とか行って知ってくうちに、 あそこの人たち大丈夫なのかなとかってちょっと思って、うん、でなんか話は聞いてると、やっぱその外に出れない、あのペットがいてとか、家で寝たきりのおじいちゃんがいて出れないとか、そういう話を聞いて、なんか地元でなんかそういうののなんか大きいことじゃなくて、なんか呼びかけるだけでもなんかいいのかなとか思って、向こうでのなんか受け入れじゃないけど、なんかそういうのをなんかもっと市でとか、まあなんかわかんないけど、なんかすごいなんかなんだろう、なんかそういうことをもっとみんなで動いた方がいい、国とかに任せずに、情報が届いてない、そう届いてないし、それは何月に、それは4月の頭の時もそうだし、で今は4万人から7万人にまた増えてて戻ってきちゃって、住民が、あ、そうなんですか、うん、そういうのもあるんで、南相馬、それが6月の中盤、あ、前半ぐらい、南相馬は上の方だよね、福島第一原発から、あ、地図がある、福島、そういうのは全然感じなかった。どう思った？南相馬って。まあ案外その原発事故が起こったっていうのは大きかったのかなみたいな。うん、あんまりそんな。この辺に確かに怖がってる様子はないですね。福島とかね、ちょっと見づらいけど、福島第一原発ね、上ですね。少し。だからもう半径20キロ以内のところからずっと20キロ、30キロと全部またがってるんですよね、この市は、うん、だから市としての対応も難しいですね、変な感じになっちゃってる、うん、もう本当震災直後はあの行政の人も逃げちゃって、お店の人も逃げちゃって、だからもう何にもない状況っていうか、うん、そういう状況だったらしくて、ちなみに今はもうライフライン復旧してるんですか、南相馬って。うん、全然、あ、大丈夫なんですね、うん、その行ってたとこら辺は、はい、うん、大丈夫、そっか、まあ、県内はまだ分かんないですけど、ね、うん、だってなんか他のその実際現地に行った人が聞いたんですけど、なんか呼びかけるっていうのもなんかなんとなく自分では分かってるけど、実際そこに自分の家があって、なんかずっとそこに住みたくて、でもなんか放射能のなんていうか被害があって、でしかも自分の体にも影響分かってるっていうのはなんか分かってるけど、情の部分である感じはもちろんあります、向こうでその音楽祭やった時にもやっぱそういう話になって、現地の人と、でなんかやっぱそういう情、結局は情の話になるよねっていう話になっちゃうんだけど、うん、でもそれにしてももっと未来を考えたら、うん、今思ってる以上のことが絶対起こる、例えばその次の世代の孫の世代にとか、うん、その次の世代起こらなくても孫の世代起こっちゃったりするんで、うん、なんかそういうのはまあその結局個人に分かってもらわないといけないから、気づいてもらうために何かした方が多分、うん、言っちゃダメだよっていうよりかは、なんかそこまで分かってもらう何か、うん、伝え方ないかなみたいな、
で音楽祭やったりとか、うん、そんな感じですね。南相馬に行ったので、行ったですけど滞在時間短かったんで、津波が来たとことかは見ましたけど、うん、やっぱその道の駅で荷物を下ろしたんですけど、そこでもなんかあの地元の人が、もうそれはまだ結構5月とかは、4月か5月ぐらいに1回行った時にはもうその町の人がなんかさ、その地元で獲れた魚を店の外で売ってて、もうその時点でだからなんか放射能のことは全然関わりなく、やっぱ町の人の生活はまあある当たり前ですけどね、続いてるんだなと思いました。なんかあのこっちにも100人ぐらい、豊橋付近に100人ぐらい避難してきてるらしくて、この間何かお会いしたんですよ。双葉町とか飯舘村の人たちがいて、話聞くとやっぱり戻りたいって言ってるんですよね。でまあね、面と向かってそれはちょっと難しいですよと絶対もう言えないなと思って、僕もなんかこう受け入れる、ね、準備ができた時にさっとなんかこう言えるように、ね、じゃないと強制だと逆にこう反感買っちゃいますよね、うん、もうお前たちには関係ないですよねじゃないかなと思うんですけどね。でもそういう人たちになんかじゃあこっちに残ってもらうなんか、そうですね、うん、楽しさとかを個人的には教えたいなと思う。確かに、なんかあの現地でできることもそうですけど、こちらも結構いろんなことできますもんね、その人たちと交流したり、またお祭りやったりとか、じゃあそういう人をまたここに呼んでさ、なんか飲み会とかやったりとりあえずまたなんかこう、そうですね、ちょっとずつさ仲良くなったらバナナジュースかなバナナジュースそうそう、いいね、バナナジュースそういう感じでちょっとね。なんかもう向こうはあれなんですよね、ちょっと耳さんから聞いた話なんですけど、こう無視とかじゃなくてもうなんか元気、なんか明るい楽しいことをやりたい、メンタル的なものが今欲しいって思ってて、僕の中でラブホを避難所にしているところがあって、仙台、石巻にラブホを避難所にしているところがあって、そこ20世帯ぐらい住んでて、でそこに中学生がたまたまいて、でこっちもたまたまバスケットボールが あるんだけど、どっか欲しいとこあるかなっていう話があった時にちょうどそこがあって、でそこの男の子に聞いたら欲しいっていうんで持ってったんですよ。でそうしたらやっぱもうみんなすごい明るくなって、持ってってもうみんなで一生懸命作って、もうネジとかもおじさんとか漁師のおじさんとか頑張ってつけて、でそういうのなんかやってたらみんなで、すごい一体感もあるじゃないですか。で終わってからみんなでビールとか飲みながら、なんかバスケしないんだそこは。バスケはしてた、した、した。その出来上がって中学生がちゃんとシュートを決めて、そうそう。うちらは終わったよ、ね。そうそう。みんな変わる変わるちょっとやるんだけど、すぐ疲れちゃうから。ね、そうそう。まあそんな感じでなんか、そういうメンタル的になんかいいもの。なんかあれだよね、彦坂くんもなんだっけ、お好み焼きだっけ、作ってったらすげえ喜んだみたいなこと言ってたよね。そうですね、だから物っていうよりはやっぱなんか、日常にプラスアルファな楽しみが今はやっぱ必要な時期になってきてるんですよね、生活はだって結構安定してるっていうか、もうほぼ物もあるし、なんか石巻に行ってたらしいんですけど、そこの集会所がね、なんかこう結構ラフな感じで面白いね、なんかなんかその話ちょっと教えて、どこに行ってる、石巻のどこに泊まってたの、集会所ですね。それもなんかパソコンで今日画像を持ってきたので、ちょっとまあ、せっかくだから、でもちょっと立ち上がりに時間がかかるので、その間に耳にするの、そんなに時間かかるの5分ぐらいかかると思う。分かった、じゃあちょっと立ち上げてもらって、まあ、まあ、僕が行ってるとこがすごいメンバーが濃い人ばっかなんでこういう、そうなんか、なんかこう一緒に行って引き入れれる感じじゃないっていうか、なんかすごい人たちが本当集まってるんでトヨタの人、ちょんまげの人とかリアルにここがなくてちょんまげにしてる
トヨタの人とか、まあ、いろんな鳥取とか仙台とか、まあ、いろいろ来てて、そうなんで、でこの前専修大学っていうところに行ったらキャンプ、うん、専修大学でキャンプできる、そうですね、テントあれば、はい、そっちにもちょっと行ってみたいなとかって自分で、専修大学ってどこにあるんですか。石巻にあるんだ。石巻、へえ、でそこのなんか敷地内だったらテント張ってもいいですよ。あ、そうなんですか、うん、ごめん遅くなんだけど、あ、本当いい、そういうのでも今なんか美容師とか介護士とかそういう転職を持ってるような人をなんかすごい募集っていうかしてて、でそういう人は行って例えば泊まれば泊まるとことか確保すればなんかその日にマッチングって言ってなんかこういうこと今日できますよみたいな、こういう人募集してますっていうのがあるんで、場所もこれ大丈夫ですか、なんかそういうのとかもぜひ一応会いたい、僕は転職がないんでなかなか行けないんですけど、まあ、そういうのは泥出しとかでそういう人いたらなんかこう友達にどんどん広めて、うん、キャンプしに行こうよぐらいとりあえず泥出しキャンプしに行こう、泥出しキャンプね、いいよね、楽しい、そういう感じでなんか計画したら多分行けると思いますよ、ね、楽しみながらじゃないと続かないし、うん、やっぱり、うん、ね、なんか僕もなんかこうストイックなんか自分の中で考えすぎてた部分があって、うん、なんか2人楽しみながらやってるなと思って、うん、いいなそのスタンスと思って、やっぱ続けていくからにはね、うん、そういうのがいいですよね。あ、昨日田中優さんもねそう言ってて、あ、そうなんですか、社会活動は楽しまないと続かないからって、うん、ユーストリームライブで、あ、そうなんですか、つながりとらしい、そうそうそう、川辺さんですか、川辺さん、川辺さん、川辺さん、原発の4回講演会全部撮ってもらって、でみんな待ってなんか映像とか DVD とかあの今は豊橋ドットテレビっていうホームページにあるんですけど、そのうち DVD、それで見れると、はい、試合ってもらう話です、うん、それちょっと興味あったんですけど行けなくて、金曜日の夜ですもんね、うん、そういえばあの汚染マップってどうなったんですか。あ、なんか今作ってる段階みたいですけど、うん、なんかあの今政府もやってるみたいですね、一つ、あ、そうなんですか、一個だ、一つの家ずつ今してやってましたね。で前、今度また第2弾がね、行くらしいですよ。今、第3弾かな、多分マップ今作ってる途中で、今日何日ですっけ、2月の28か、今、この第2次確定が行ってるのかな、はい、で、多分この3次が終わったら、マップが出来上がるんだろうと思うんですけど。これができたら欲しい、はい、あ、そうですよね、欲しい、あの南相馬に持ってきたい、あ、そうですね、うん、こういうこの人たちはなんかあの普段こう生活で使うところがやっぱ調べないといけないって言ってて、うん、なんか例えば、まあ、校庭とかはもう低くなってるけど、例えばそれの通学路が高かったりとか商店が高かったりとかするみたいなので、そういうのを一個ずつ調べてるみたいなんで、またあの聞いて出来上がったら皆さんも答えると思う。そうですね。そうですね。ぜひぜひ。はい。実は僕、今週じゃない、次の水木行ってこようかなと思って。おお、いいですか。僕もあんまり何ができるか分かんないですけど、今、本当に行って帰ってくる。行けば何でもできますよ。そうですね。ちょっと僕も見に行ってみようと思って。でね、なんかこう、今日ね、集まったみたいにね、僕みんなでまた集まって、なんか何ができるか分かんないけど、話せるといいですよね。で、あ、ちょっとみんなにちょっと提案なんですけど、僕向こうで祭りをやろうっていう話が今ちょっと出てて、その今僕たちがチームゼロっていうところで、チームゼロ、チームゼロ、ちょっとお家でよく来ましたね、あ、本当はチームゼロの T シャツ、あ、そりゃないですよ、はい、そりゃないですよ、こういうタートルアイランドっていうバンド、あのトヨタのバンドとの人たちがまあ一緒に動いてる、この前の19日に久屋大通りの公園でなんか野外ライブをやってるんですか、やって結構来てたよね、結構来ましたね、1000何人、1500人来てて、なんかそういう感じで訴えてこうみたいな、楽しみながら、いいですね、豊橋でもライブとかでやれるといいですね、うんうん、ぜひぜひ
やってもらいたいぐらいです今やれる人いないからあそうかみんな行っちゃってるもん全然いないみんないないんで、やる人もともといないあそうなんですか私はまあなんかそんな感じで動いてて向こうで祭りやることになって、まあ、まだ詳細は全然決まってないんですけどでなんか豊橋僕豊橋じゃないですかっていうことで手筒花火を持っていきたいなとかって今思っててそれって皆さんどうにかなりませんかねちょっと手筒ってですねなんか持っていくときに本当に振動ダメなんですか、ね、ダメなんですか赤ちゃんを扱うようには使わないといけないですそんなにだからあっちで詰めるああ向こうで作るっていうそうですね多分外側だけ作っといてあっちで火薬を詰めてそれはなんかやってくれる人職人さん、ね、職人さんだから職人さんと僕会いたくて、はい、あでも職人さんとまたここで飲み会とかでもいいしあそうですね何人か知ってます、うん、手筒やってる人なんかそういう人とちょっと会いたくてあそうですか、うん、いいですねそれなんかそ花火をとりあえず持っていきたいなって思ってて、うん、次僕行く時に集めようかなって思ってるのが、うん、手持ち花火だけとりあえず、うん、なんかロケット花火とかだと危ないんで、うん、だそういうの集めそういう娯楽をちょっと集めたいな夏ですしね、うんうん、ですよねまだ全然次いつ行くか分かんないんですけど、うん、なんかそんな感じですね結構そういうメンタル的に結構欲しいっていうか今多分一体感っていうかそういうのが必要だと思いますね、うんうん、全然やっぱ繋がってないし繋がろう日本って言いながら豊橋でさえ、ねうん、バラバラだしでもまあそれはしょうがないことでやっぱり、うん、でもこういうふうに思ってる人がいるんだったらもっとみんな声を上げて頑張ろうっていう今多分そのチャンスみたいな自分も変えれるし日本も変わるし一石二鳥ぐらいな感じで、うんうん、やっぱり行ってよかったですか現地でも全然多分価値観とかもすごい変わって、うん、で彼女とかに最近すごいたくましくなったそういう感じで言われたりとかして、うん、でももともとやっぱ音楽のそういう音響の仕事とかしてて音楽で何か変わるんじゃないかとか ずっと自分は貧乏な生活をやっぱ好きなことやってるんで、まあ、貧乏は当たり前なんですけどそうまあ、貧乏な生活だもんでそんだったらお金がないような世の中とかそれに頼らない何か、うん、そうなればいいなってやっててこの感じなんで、うん、だいぶリンクして、うん、より強くなってその気持ちが、うん、音楽だけが伝える手段じゃないとこういうふうに話したりするのも大事だしっていうことにもなって自分の中で、まあ、いろんなこと変わってますね、うん、深坂君は行ってよかった良かったですね、もちろん、はい、僕はちょっと逆に今、豊橋の大学生に聞きたいのが豊橋の中で、なんかやっぱり現地に行って具体的に活動したいっていう大学生はいますかそこにいる人愛知大学からユネスコ桜ヶ丘高校と合同で、うん、勉強の支援、子供たちの、うんのが8月8日から一つ出すことになります。もう一つはオレンジプラザから豊橋発の出るます。20日かな。20から24までですよね。20日から24日そうぐらい。そういうのに乗っかっていくのも、ね、申し込みで、うん、高齢者ばっかりって。なぜこんな大学生みんな行かないんですか。ね。うん、そうだよね、そうだね大学に情報行ってないのかな行ってないと思う、ね、私初めて聞いた10日までだから7月10日が締め切りで、あそこの海洋ビルみたいな大学に情報行ってないっていうのがすごいあのバスが初めて出すんですってその海洋ビル自体がだからあんまりこう宣伝してあるんですねそれ高齢者そう、おじいちゃんとか、ね、おばあちゃんとかは興味あるみたいですけどなんかでも僕の思うところだとなんか何でこう大学生がそういうふうに動かないっていうかのは大学生のせいじゃなくて動こうと思ってもその動く手段が見つからなかったんですよね3月の
11日以降に。で募金の時はそのすぐ動けたけど、その後何していいか分からなくなっちゃって、でこうで行ける自分たちで行ける人は行ったと思うんですよ。だけどこう行けない人もいたし、なんかこううまく情報につながらなくなって、うん、その後なんかこうそうすると自分の中でなんか無力感じゃないけど、まあいいかっていう感じになったと思うんですよ。もちろん。だからこそこうなんかね、2人に目を合って話してほしいなと思ったんですね。わかんないね。わかんないな。ボランティアとかに来てくださった方の連絡先とかに変化は？わかりますよ。あれですね、講演会とかの。うん。募金活動とかで、あそうね、若手の方がいらっしゃるなら、カリオンの情報を回してあげてもいいかもしれない。あ、そうですね。うん、多分、私も本当にたまたま知り合いの人がカリオンで働いてて、うん、私もそういうのに興味がある。で時間はある。お金はない。それに尽きるってさっきからお話聞いてた、あ、わかるなと思います。だから、なるべく安全だけど、確実な方法で、確実に支援ができるのはないかって、探してた時に、こんなのあるよっていうので、カリオンの情報をいただいたんですよね。だから、ね、もしまだ思いがくすぐってる人がいるかもしれない、うんね、募金活動まで出てきたってことは、もう一歩も二歩も三歩も出てるわけ。ああそれはちょっと夏休みでしょっていう、そろそろ夏休みでしょってメーリングリストで回せばいいじゃん、うん、そうですね、それ回してなかった、引っかかると思うんであるか。でも今日もメーリングリスト回して今日はね、回さなかったの。回してないですか。なんでかっていうと、うん、一つ言うがあって多分回したら上の世代の人たちは来てくれると思うの。だけどやっぱこうなんか同じ世代の人たちで話したかったんですよ、うんうん、もちろんそれあると思う、うん、この間彦坂君が話してくれた時もあれでした、おじいちゃんとかが多かったでしょ。おじいちゃんっていう名前分かんないですけど、おじさんが多かったですね。おじさん多かったね。やっぱね、なんか活動やってて思うのはやっぱね、若い子に伝えたいなって思うようになってきて、うん、俺もちょっと年取ってきたのかでも今生きてる自分と同じ世代がね、今生きてる人だから、うん、そうですよね。今しかできないし、そうだから今日ね回してないんじゃない、うん、だから知り合いにバッてメール送って、ブルーウォークの、あ、ゴミ拾いのメーリングリストだけ回して、はい、引っかかってくる人がいる。明さんは直接メールくれて。でも初めはちっちゃくていいですよね。そう、なんか、もう一回始めるから。古い感じの方がいいと思うんですよ。話も聞けるし、なんかリアルだし、やっぱその方が。うんお祭りってすごく素敵なんだと思います、うん、ちょっとなんかじゃあ一緒に考えますか、うん、私実は、はい、4月の終わりから1週間ぐらい行く予定なんですよ、はいはいはい、で私は遠野市、岩手の遠野に行って、はい、あの南相馬、はいまあ、その辺の南の方まで行くか分からないんですけど、うん、あの辺りのお祭り七夕祭りっていうのが8月にあるんですけど、うんうん、それのお手伝い、うん、行為の方ボランティアでっていうので1年目からそういうボランティアが大量に行くみたいで、それのお手伝い予定なんですね。めっちゃいいですね。だからお祭りってやっぱりそうかな、今だからお祭りだそうですね、うん、なんかここらで一発ドカーンってやらないとみたいなしかも、ね、今までだったら伝統でずっとやってるからって言って年配の方が回してたのを、多分青年団とか若い方たちがすごく中心になってやってらっしゃるって話だったので、ここらでね、この豊橋とかこの辺りの若いのと東北の若いのがつながれば、ができれば、これが終わった後でも、うん、なんかこう日本という国が変わってくるとおっしゃいますけど、本当に必要だと思いますね、うんうん、しかもそれ伝統も、まあ、それで手筒がこの町の伝統だったら、うん、それをここで保持してるんじゃなくてどんどん発信すればいいのにみたいな、うん、ってちょっと思ってて、ねうん、この見応えあるし、うん、見た、いや、うん、こっち来て初めて手術知ったし、そうだよね、そう、びっくりした。あ、発信した方がいいですよね、うん、絶対ですね。そう、そういうのちょっと促したくて、すごい発信した方がいいですよと。あ、確かに僕も福岡からこっち来て、うん、この間あげたんですよ、ね、難しい問題だと思うけど、いいな、楽しい、楽しい。あれケビン君じゃちょっとゲットしてあげに行こうよ手術をね。それでも企画さえすればお金集めれると思う、うんうん、賛同金としてはやり方を考えないといけないし、祇園祭りでもね、あ、そうですね、しね、募金活動とかしたら絶対、うん、あと多分地域で青年団とかで
この地域たくさんやってますよね。やってますね。私も南境なんですけど、この間10月にお祭りがあった時に、あのおじいちゃんから若手まで挙げてたんで、結構やってるんですね。挙げるってことは自分で詰めてるんですよね。そう、うん、そういうことですね。詰め方を聞けば、じゃあその詰めるものと、そういう免許とかそういうのがあればと、ね、話を連れてったらいいんですよ、うん、話を、ね、詰めるとこだったらあるんで、そういうことだ。こっち作ってきた。すごい。2人の紹介いいですか。何枚してきたの。2枚ぐらい。いや、期待ごめんな。そんなことない。僕は、あの一応そのぜひ行ってほしいなと思って、あのどうやって行こうって思ってる、どこに滞在しようって思ってる人にぜひここを知ってもらって行ってほしいなと思って、もうこの紙を作りました。で、ちょっとこれ時間軸に沿ってちょっと話してもいいですか。どうぞ。でどんどん突っ込んでもらってもいいので、で僕はあの八ヶ岳ピースワーカーズっていう山梨の団体がやってるところに行ってきました。でそこが石巻の沢田地区っていう万石浦っていうあの湖のような海があるんですけど、そこは津波が入ってこなくて被害が少なかった地域なんですね。でそこの集会所をあの地域の、 あの地区長さんが無償でボランティアに貸し出してくださってて、そこに滞在してます。でちょっと具体的に結構書いてあるんですけど、そこはキッチンとトイレと洗濯機があって電気ガス水道は問題なし、だからここら辺にあるあの公民館と同じような感じで考えてもらっていいです。お風呂だけないので、お風呂はあの近所の方がぜひ借りてくださいって言って貸してくださってるので、そこに行ったり、あとは自衛隊風呂に、行ってます。で活動期間なんですけど9月末までで一応暫定で決めてあって、ここでやっぱり一応借りてるところなので、いつまでも借りられないので、今のところ9月末ぐらいまでお借りする予定みたいです。で、ここはあの大きい団体じゃないので、だいたい常時10人、週末になると10人以上で、平日は10人以下ぐらいのすごい小さい規模でやってます。なんであの結構近所の人とかと話して、なんか困ってることないって聞いて、あ、ここ泥かきしてくれないって言われたらそこに行って、でまたどこどこの人が困ってるからそこも手伝ってあげてよみたいな、そういう小さいネットワークでやってます、うん、で軽トラックが4台と軽自動車が1台あって、それはもう誰でも免許持ってる人なら運転していいので、まあ、あの自分がバスで行ったとしても足はあるかなという感じですね。で、交通手段は電車、バス等の場合は石巻まで来たら迎えが可能です。仙台駅までは、ここから豊橋じゃない、名古屋からもバスが出てると思うんですけど、高速バスが。そこから仙台駅から石巻までも800円ぐらいでバスが、高速バスが出てるので、そこまで来たら事前に連絡してくれれば迎えはいつでも行けるということです。で主な活動は後でまたこれちょっと写真見ながら説明したいと思います。で参加費用は無料です。なのでかかる費用としてはまあ一応交通費だけで、多分みんなで3人とか4人で行こうって言って車で行って割り勘で行くのもいいと思うんですけど、うんうん、駐車場もあるので、うん、1人とか2人で行く場合は電車バスで行った方が安上がりになると思う。体力とか考えると多分安上がりだと思います。そうですね、うん、で持ち物はまあよく書いてあることなので別にいいですけど、うん、あ、いいです、これいいです。これ下田健一君、違う、下田健一君僕の友達すごいんじゃない。あ、違いますね。気になってしまって。で、これがその集会所ですね。集会所でどうする？
で、あの物資がこれ僕がまだ早い時期に行った時だったんでこんだけたくさんありますけど、今はもうあんまないです。あきらさん隣に一人、はい、どうぞ。たくさん、あ、要はその集会場で、あのボランティアの活動拠点としても使ってるし、物資の、 あの集積所としても一応機能しています。今もなんですけど、もうだんだんニーズがなくなってきて、やっぱりもう物資の面はほとんど足りているので、たまにというか1日に 2,3 回ぐらい避難所の人が来て取っていく感じですね。まあ、野菜もあるんだね、多分。野菜はでも結構腐っちゃいます。ああ、そうだよね。こんな感じで。じゃあ、これ、ここに別に。で、あ、ここが寝所です。ここと、これの、うん、こんぐらいまであるかな。畳の、ね、集会場の。これ、集会場の寝るとこで、寝袋持ってって、ここで。まあ、寝袋、実際持ってなくても布団もあるんですけど。もう今の時期いらないよね。いらないですね、暑いから。で、これが使用の心得。で、やっぱりここもピースワーカーズもいつもあの笑顔で楽しくやりましょうという感じ、ゆるい感じでやってます。で、これ集会所のすぐ近くでは、冠水してますね。今も大潮の時期になるとすぐに冠水します。でここ今砂利道ですけど、もうここちょっと今道路工事して道を盛り上げてあるので、今はもうちょっとマシになってます。で、線路もこんな感じで冠水、街もこんな感じです。で、ここはその集会所の近くの集落、石巻の郊外の方なんですけど、市街地ではなくて、その半島には小さい集落がたくさんあって、そこはまだあまり手が行き届いてないので、そこに車で出かけてってニーズを拾っていろいろお手伝いとかしたりしています。こんな感じでバス停を作ろうって言って、へー、バス停 の、 あの絵で描いたり色を塗って立てたり。移動手段がないから、バス停が流れちゃったから、それを見ないと。これがあのその集会所のボス、チャンさんっていう、この人もなかなか見た目から分かるとおり、結構キャラが出てきて、で、これが近くの女川ですね、原発があるところで、こんな、もう今はもうほとんどここら辺は片付いて、もう自衛隊が入ったので、片付いて、何にもない更地の状態になってます、ここら辺はもう家もないので、ボランティアがやれることはあまりない感じですね。ニュースで見てると思うので、これ全部前々回行った時の、あ、前々回行った時の写真なので、今とは結構状況も、今は結構綺麗ですね、今結構綺麗、泥の感じもあんまないような感じですね、瓦礫が綺麗だなと思って、やっぱ匂いはすごいですね、未だに。これなんだろう、石油タンクから、ね、タンクだ、ね、そうですね。これは家が上に付けたい。ここも前行ったら全部片付いてまして、家も全部取り除かれて、で、こっからが今回行ったやつですね。ほとんど写真撮る暇がなくて、もうなんか面倒くさくなって途中から撮ってないんですよね。それどころじゃない、それどころ、これ逆向きなんですけど、こうなんですけど、これは泥を全部こういう土の袋に詰めています。土の袋に詰めないと行政が運んでくれないので面倒くさいんですけど、でもなんか地区による感じで、なんか僕が行ったとこは仙台の若林のとこは、土の袋入れずにもう道の横にどんどん溜めてって、後で行政がこう取り組んで、面倒くさいね。石巻の場合は全部土の袋、二度手間ですもんね。いいですね。で、これも泥、これはもう全部最初こんぐらい山積みになってたのを丸一日かけてこんだけなくしたんですけど、泥の中もただ単に泥が入ってるだけじゃなくて、もう何やら全部いろんなものがこんがらがって入ってるので、スコップに毎回当たったりしてかなり重労働ですね。慣れれば大丈夫だけど、僕これ初日にやったんで、もう体中痛くて、そんな大変なんだね。
しかもカッチカチにもう固まっちゃってたりとかして、うんうん、でこれが僕がちょうど来てた時にお好み焼き屋さんなんですけど、うん、神奈川県の茅ヶ崎でお好み焼き屋さんやってこれ島田健一くんじゃないよ、ね、島田健一くんじゃないですよこれ兄ちゃんっていう人なんですけど、うん、この人とカズさんっていうこの2人組でお好み焼きをやってて、そこに僕が結構ここにくっついていろいろお手伝いを、いろんなところの避難所もあってお好み焼きの炊き出しをこんな感じでしてます。でここはあのどこでやってるかっていうと神社があって、そこも被災したところで、あのボランティアとか地域の人がテント張って暮らしてると。そこも結構ちっちゃいお祭りやったりして、この日も確かなんか小さいお祭りの時で炊き出しをしに行きます。でこれは小勝地区っていう石巻のかなり外れの方の避難所に行って、みんなすごいよくしてビールを泊まってけと何回も乗る。これ、そうですね、うん、美味しかった人はーいっやっぱこういうところは若い人が少ないので、もう僕たち行くだけで本当に喜んでくれて、もうなんか行くだけで元気もらう感じっていうか、もう元気ありくれてるよね、これたちも、うん、ここの地区も全部流されちゃった、うん、家も何もない状態、ここの集会所も集会場も高台に立ってるんですけど、そこのこの天井の上まで来たみたいですね、津波が。皆さんお好み焼きの紹介みたいな。でここもなんかあのここどこだっけ？ここは浜海岸とか行こう民間のやったんですけど、ここも全部外、あもうなんかボロボロの状態です。でこれが石巻の市街地で、ちっちゃいお祭りみたいなのをやったときにやった炊き出しですね。なんか外地の人もいるの？うん、外国の人もなんか、これ多分ボランティアの人なのかな。へー、石巻結構多いですよね、外人とか。多いですね、うん、うん、へー、結構ここの隣がちょうどピースボートの。ピースボートの人かね。炊き出しでなんかタイの料理が出されてたりとか、ね、うん、スリランカの料理出されてるとか。すごいですね。行きたいよね。食べたい。うん、でこれがここら辺、この人がこのお店、さっきのお祭り終わった後にここに集まって飲み会をしたんですけど。この方がここのコーヒー屋さんやってて、ここのお店のオーナーで、このお店も全部津波で浸水しちゃったんですけど、再建して1ヶ月、2ヶ月ぐらい経って全部壁張り替えて、今こういう状態で営業してる。こうしてもなんかヒッピーみたいな、そんな空気が出てますね。うん、でこれがさっき の, あの2人、お好み焼き。で、これも泥出しというか、1階部分が全部津波にあった家のものだったり、泥を出しているところで、たまたま近くに撮ってた工事現場の車が、手伝うよって言って来てくれていた。軽い感じで、そんな来てくれるんだね。そういうこともあったりして。何してるんですか、泥出し？いや、これまず、タンスやら何やら全部ここにから出して、その後に泥出し。この後ここに住むの？住まない。住まない。まあ、片付けるって感じだ。いや、でも場所によってみたいな、うん、住む人もいるけど、うん、多いのはやっぱ気持ちの面で、全部きれいにしてから家を壊したいってことで住まないけれども、うん、いや一応なんかずっと避難所にいると肩の荷が詰まるっていうことで、たまに来て上で、うん、ちょっとゆっくりしたりしてるんですけど、うん、なんかここも台所にトイレがあったりとか、もうぐちゃぐちゃでしたね。でここのキッチンの匂いがものすごい、ものすごい、本当に。これは漁港があるんですけど、そこの漁港の漁連の建物を2階部分は浸水しなかったので、もう一回使いきれいにして使いたいということで壁を張り替える作業をして、で
この人はジン君っていうシベリア小特急の人来てるんですけど、うん、結構どうしようもなくて、どうしようもない人です。でも僕が一番仲良かった。すごいなんか優しい人。こんな感じで、あのこれは今壁をここ切って、この下し、ここはし、あの下が壁が壊れたというよりも、ここの下に板を張っている。これ大工さん、大工さんでボランティアに来てる。こういうふうに壁を張っている。これは夜はこんな感じで晩酌をして、でこれこれかかってないですね。なんか松島の方とかは武士持ってったりもしてますね。で東松島 の、 その復興祭をやるってことで、そこでこの僕たちの中のメンバーがジャンベ叩いて盛り上げてきました。楽しそうだね。こういうのが大事ですよね。楽しかったですね。はしゃぎすぎて僕はデジカメを泥まみれにして壊れちゃった。もうこれで終わりです。みんないい笑顔じゃね。ここも本当に楽しんでやらなきゃ意味がないってことで、もう毎日楽しくやってますね。だから気軽な気持ちって言ったら変だけど、でもなんかだいぶ近い感じがす、うんうん、僕たちのとこももっとなんかもうおかしな人が多いけど、もっとだけどなんかだいぶ近い感じがする。こういう感じじゃないとやっていけないんじゃないのかな。なんか結構団体としてなんかレベル高いとこありますよね。こうボランティアの心がピシッとこうしろ。大きいとこはそうするしかないのかもしれない。だからそこはやっぱ自分の性格に合わせて、あそうだ、ね、本当にぎっちりやりたいって人はやっぱその大きいボランティアセンターとかに行ってテントを張ってやった方がいい。あのきっちり したい人は。でもそういうとこはやっぱそういうとこからここに来る人もいるんですけど、結構大変です。ただでほとんどただで生活できちゃうから変な人も多いと思うんですよ。なんかちょっとその仕事がなくてボランティアに来てそのなんか寝泊まりするところに使ってるみたいな。でもいるんだ。うん、なんか結局派遣みたいな感じになっちゃってるみたいですよ。へえ。うん、じゃあ今日何時何時から何時ここ行きますって言って申し訳ない。そこはあくまでそういうとこだったかもしれないですけど、僕が聞いた話ではそこはなんか苗字同士で呼び合って、なんかちょっと距離を置いているというか、本当に仕事感覚みたいな感じの人が多かったとは聞きました。あの受け入れ先だけで全然違うらしいね。かなり違うと思う。だから辛いところは本当に辛いっていうことはやっぱりあると。ゆるい受け入れ先のお二人そう本当にゆるすぎる。気軽に行けるもんね。また行こうみたいな。また休みやったら行こうみたいな。だって僕も 3回行ってますから。そうですね。聞いたですもんね。だから本当にもう帰りたくないなって。もっと痛いなって。すごい人間らしい生活しますよね。向こうだと。なんか助け合って生きてるっていうか。笑顔がエンジンになって、もうエネルギーになって自分の。なんかすごいいいなと思って。ここも、あの、朝ごはんと夜ごはんはみんなでキッチンで自炊をして、お昼とかはお昼もお弁当を作ってったり、あとはボランティア用の炊き出しに行ったりしてました。へえ、ここまで募集してるんだよね。人募集もうめっちゃしてますよ。そうなんだ。すごい行きたいね。人は今足りてなくて。そうなんだ。あの出てないですね。そういうのどこもいないですね。うん、本当にいない。で、女の人も結構来るので、女の人をあのぜひ連れてきてくれと今日は言われたので、ぜひ絶対行った方がいいじゃないですか。いや、今の話聞いたらすごい行きたい。なんかすごい言い訳っぽいくなっちゃうのもあるけど、なんか確かになんか。行きたいっていう気持ちはすごいあって、けど今いろんな団体がボランティア募集してて、で実際なんかどの団体がいいのかっていうのもなんていうか選択できるようになってきて、でどの団体がいいのかな、どれに参加するのがいいのか
かなって言って悩んでるうちに時間が過ぎていくし、自分の元の元の生活もあるしっていうのもすごいあって、なんかこう刻々と時間だけが過ぎていくっていうかそんな感覚になってたのは確かですね。良さそうですね。まあ、僕でも良さそうだなと思って。水見さんとこれに近い感じですか？向こう行って、向こう行って多分この人たちと僕たちと繋がったらまたなんか面白いことができるんじゃないかっていうのを今思いました、ね。ちょっとだからスタンスがすごい似てるっていうか、みんなここにいても全然いい、ね、本当ですよ。さっきのドレッドの人とか見てると近い人が多いなと。やっぱボランティアやる人はこういう人が、うん、社会から外れた人の方が考えてるっていうか。いやでも本当にそうですね、うん、僕も行った時一時期あの学生俺一人で、あと全員無職って印象があって、普通に僕あれだ、いい意味でずれてる感じがいいんですよね、うん、これお金なくて生活できるのに行こうかなとか思ったもんね、うん、ちょっと、うん、いやでも本当にこういうところで活動してるとやっぱ世の中お金じゃないな、お金じゃない、うんうん、本当にお金なんかあったら津波で流されたら一瞬終わりですから、うんうん、いいね、なんか楽しそう、笑顔がいいわ、うん、本当に。でここ結構入れ替わり、まあ、どこもそうだと思うんですけど入れ替わりも激しかったりするので、あの様々ですね、来る人も50代ぐらいの人もたまに来たり、結構来るかもすごい来ますね、50代元気だよね、50代とか、うん、元気すごい、下手したらうちらより元気だよね、大学生も来たりするし、30代ぐらいの人が多いですかね、でも一番とか、一回あったのは、あのここの集会所に来て人が、ここ避難所ですかって言って、ちょっと物資を届けたいんですけど、おじさんが来て、で、いやここはちょっとボランティアが活動してる場所で、あ本当にもしよかったら止めてってくれない、泊まる場所がないんで、そっち狙いじゃないですか、そっち狙いかもしれないですけど、まあその時もまあ、まあ、今いいかってことで止めて、ああ緩いね。ね、多分ここのこととかミニミニさんこととところとか知ったら行きたいっていう人多分ねいると思うんですよね、うん、うちも多分行きたいと思うんだけど、あの本当に危ない人が揃ってて入れ墨がバーって入ってる人とかここまで出ちゃってるような人とか、その人とトラブルになった時に困る、なるほど、うん、いい人なんだけど何かあった時になんか責任も負えないし、そうなんですね、でも切れちゃうと何しちゃうか分かんないような人たちも中にはいるもんで、やっぱり危ない人がいるって、へーそうなんですね、そういうのもあるし、やっぱそうか、そう、うん、難しい、難しいところですね、濃い、濃すぎる、みんな自分の主張がすごすぎて、すごいよね、ミミニさんがすごいって言ってどういうレベル、すごいってね。なんかでもやっぱそういう人たちって自分を持ってるからいけるんですよね。悪い人はいないんだけど、まあ、ちなみにこの前のイベントはこんな感じで。すごいな。これ被災の真ん中でやったんですけど、あ、被災のやつですか。こういうなんかもう街の中でこれぐらいなことやっちゃうぐらいのエネルギーを持った人すごい揃ってて、ちょっと前に座ってもらっていいですか。すいません顔があまり高くなかったそういう人たちと今一緒に動いてて、これ被災でやったんですか。これ被災の、松坂屋の前で。結構これすごいですね、うんうんうん、じゃあ気性が荒いっていうか、う、常識が通じないっていうか、表はまだ集大成の方が そっちだったら絶対いいと思う。まあ女の人とかにやっぱ保護者の問題もあると思うんで、でも石巻とかはそうなんですね。だから福島とか行くよりはこっちの方が全然流れてきてないみたいなので、
けど、うん、最大何人ぐらい、最大ゴールデンウィークとかは20何人いたみたいですけど、それ以上はいかないですね、今本当に 3,4 人とかで繋いでるんで。それ常に残ってる人はいるんですか？チャンさんさっきの、うん、でピースワーカーズの人が結構入れ替わりできて、だいたい常時5人は必ずいるような感じで、うん、例えばさ、2泊とかでも行っても絶対大丈夫だろう。いますね、全然1泊2日とかにいます。そっかそっか、1泊2日だと一体何をしに来たんだろうみたいな感じになっちゃうですね。どうでやっぱ2日で行って、まあでも1回行って1回行ってみてけどいいかも、またね、行きたくなるかもしれないし、みんなハードル上げすぎかもしれんよね、なんか行くのにさ、なんか行っちゃいけないみたいな、モラルとかそういうルールちゃんと守れば、別に見に行くだけでもいいと思うし、僕はなんかメディアとかも結構そうじゃなかったですか、うん、なんか気軽に入るなみたいな、なんかもうあいつらは初めなんか言われてたのが、あいつらはカメラばっか持ってきて、うん、何にも物持ってこねえんだよみたいなメディアの人たちですか、メディアって怒られてたりとかしてて、炊き出し行った時にそういうの聞いてるとか。そっかそっか、うん、僕は思ったのはネットとかでヤフー知恵袋だとか、見たりするとやっぱそのボランティアに行こうと思うんですがと書いてあると、なんかその痛烈な批判が書いてあったりして、そういうの見るとやっぱやめとこうかなって思っちゃう人が多いですよね。2チャンネルとかそうボランティア行くなら金を募金すればいいとか、でも実際やっぱり現地は若者の力を欲してて、お金だけでは解決できないこともたくさんあって、泥出しなんて本当にもう夏までにやっちゃわないと臭いらしいね、すごい本当に虫もすごいすごいですからね、だからニーズはたくさんあるので、夏までが勝負だと思うんですよね、具体的な大きな活動としては。だからそこまでに行くか行かないかでだいぶ違ってくると思うんですけど、で僕が行ってからもう結構何週間も経っているので、今もまたどんどん現状は変わってきてる、本当1週間いないだけでこんなに変わったのかっていうぐらい変貌、街がどんどん変貌していくんで、今行ったからこそ見れる景色っていうのもあると思うんですよね。なんか言い方変だけどすごいいい経験になるよ、絶対。なんか自分行ってないけどさ、なんかもし経験できるならこの時代の変わり目の今の時期のその現地の人たちの生の声とかって感じるのって絶対なんかこれから生きる上ですげえ大切な気がしますね。なんかこれを生かしていかんとね、また同じことの繰り返しちゃいけないもんね。それは思いました ね。やっぱなんか今回地震あって、もうなんか人間力がないと生き残れないっていうか、なんかこの先例えば次会った時にまた助けにも行けるし、そういうのが自分が持ってれば、だけどなんか地元で何してても上がんないからとか、現地に行ってみたら何か変わると思います。そうね、あれ彦沢くん何歳だっけ。僕22。1か2か1私知らん22です。ミニミニさんは8 28。すごい近いもんね、22 21 27 26。すごいみんな近いから、なんか感覚的なもの。あ、たけさんはいくつですか。27。あ、私が一番、私が一番、レディーにちょっと聞きます。聞きまくって本当行きたいって思う気持ちがあるかないか、人間ってこういうのに何でもそうですけど、人生で使った時につながっていくかどうかの違いだと思いますね。気持ちで何かできますかね。絶対何か周りの人に聞いてみたら何か他のチャンスがあるというか、自分では考えつかない何か生まれてくるし、そういう点でもつながりが必要だなって思ってますね、今。こういう場でなんか地元でもっとなんかやりたいなとか、これなんかメーリングリストにはみんな登録してる感じですか。そう。ここはないです。あ、これはないんだ。
ミニさんのお知り合いですか。そうバンド、ここが一緒のバンド昔やってて、で大工さんやってて、で、向こうに行きたいけど仕事とかで結婚もしてるんで家庭も持ってるからやっぱなかなか行けないっていうくすぶってる人です。こうあ、俺は説明よ、うん、そう。団体的な、チームゼロアクションっていう、トヨタのバンドをやってる人たちが立ち上げたボランティアチームで、このタートルアイランドっていう、このタートルアイランド、このバンドの人たちが、まあ、主になってやってて、主にはな、震災のボランティア以外には何を、震災のボランティアはとりあえず、まあ、南相馬物資運んでとか、まあ、物資の運搬と泥出しと炊き出しをやったりしてて、現地ではあと南相馬でお祭りをやったと、あのちょっとした音楽祭みたいな。え、その前は 何か別のことやられてますか、その団体でボランティアに行く前、うん、ボランティアに行く前、この団体はボランティアに行ってから立ち上がった団体で、自分たちも名前がないと、うん、なんか何にも動けないみたいなことになって名前をつけたのがこの名前で、先に体が動いちゃった感じで見切り発車して完全にで行ったら行ったで、炊き出しに行く前に避難所によって空気感とか違うから気をつけてみたいな、うん、笑っちゃいけないとこも実はあるからみたいな、それを4月の初めぐらいに行った時にそういう話があって、もうなんかそんな、なんかこっちはもう全然予想だにしないことで身のも面食らって、うわーみたいなっていう感じになったんだけど、まあ次の日とかはもうケロってみんな、まあ、来たからやるしかないよねみたいな感じになって行っちゃって、まあそこ行ったとこはすごいいいとこだったんで、でそこでなんかいろんな人とつながって炊き出しもいろいろやるようになって、うん、で今はこっちで、ズナマ基金って言って、その募金活動はずっとやってる感じですね、うん、物資買うとかじゃなくて、なんか向こうでお祭りをやる費用にしようっていうのでズナマ基金っていうのがあって、ちょっとそういう紙とか持ってないんですけど今日は流しからきてるんですか。そう、もちろんナマズ、ズナマ、ズナマ、さっきの写真でもこうナマズの人が踊ってたみたいな、ナマズが、ナマズが地震を起こすんですよね、昔から言われてる。ナマズがなんか、やると地震が起こす、うんうん、チームゼロってどのくらいの団体の大きさって、大きさっていうのは、もうめっちゃ未定で、うん、なんかあの音楽でつながってる人たちなんで、うん、ちょっと写真見せるか、なんか社長が一人いるんですよ社長って言えるのかどうかわかんないんですけど、でその人が一応なんか、ずっとそこに常駐じゃないけどいて、でなんか、まあ、その人拠点にいろんな人がいて、鳥取のなんか野外フェスやってるチームが来たりとか、まあ、そういう名古屋とかトヨタのパンクスが来たりとか、これがあのうちの社長の宇野の社員なんですけどこれはリアルにすごいこと言うんです社長みたいな頭してます。そう、その人が社長で、まあ、向こうでやっててリアルに、ああ、なるほど。でも団体、団体自体で何人っていうよりかで、別の動きしてる人もいて、その一緒のチームの中で大工さんができる人は家直し、破壊して直すみたいな仕事やったり、うん、結構みんなできることを自由にやってる感じ。あ、でも僕のところもそうですね、うん、で実際そうなりますよね、うん、そうじゃないと輝けないっていうか、うん、輝かないっていうか、特
意なところで、うんうん、それが一番ベストですね。やっぱ別に女の子で話行くだけでもいいと思うし、避難所になんかおじいちゃん、うん、おじいちゃんおばあちゃんのちょっとマッサージしながら話してあげるとか、うん、なんか多いですよね、うんうん、女の人でやっぱマッサージしたりって言ってきて、本当にあのここはなんか別に宿泊所みたいに思ってもらってもいいので、その朝はまあ車もあるんで勝手に一緒に出かけてってボランティアして帰ってきて、夜一緒にご飯食べて寝て、また朝起きてまた出てくるみたいな、なので拠点として本当に使うだけで大丈夫、だからルールとかは特にないので、うん、本当に何かしたいことがある人が来てしたいボランティアして帰ってくるっていう感じです。何かお二人に質問あれば、うん、ぜひ何でも。行くとしたら最低どのくらいはやっぱりいた方がいい。じゃあ別にそれは生きる範囲でいいんじゃないですか。うん、深く考えなくても多分自分が行ける範囲で行かないと、こっちでちゃんと決めていかないと、向こうで決めるとひどいことになると思いますよ。ちょっと向こう聞いて向こう見ちゃうとやっぱ衝撃がすごい、うん、多分いやもうだって復興の目処がないですからね、全然言っても、うんうん、だからこっちである程度決めないと、そこは行くのに大体1日分丸々1日かかって、どこからバスに乗るかとか電車に乗って何時間かかる、大体聞いたのが、うん、あの豊橋から行ったら東京まで出て、そこから仙台とか、うん、あの上の方になりますね、うん、だからバスが大体夜走るんですよね、うん、夜行が大体、ね、となるとね、ここ新幹線で出るのか、うん、どこで行くのかバスが出てもここから出るのは夜だしってなると2晩かけて、まあ、とりあえず今移動で、ね、もう絶対1日は使うと、うん、そう考えるとね、自分の予定が水が効くのに、それプラスで行き帰りに2日を入れてっていう、僕は大体1週間で大体行ってますね。1週間とかの間で1日目移動して次の日から作業してで帰ると、うん、多分バックだとか200だとかだと自分ができることがあまりにも少なくて、逆になんか変な感じになっちゃうみたいな、追い詰めちゃう、うん、私何しに来たんだろうみたいな感じ、うん、ちょっと悔しい気分になると、うん、愛知ボランティアセンターってなんかあって、名古屋ボランティアセンターですよね、うん、金曜の夜出て土曜の朝着くんですよね、確か、うん、土曜一日ボランティアして土曜の夜また出て日曜日に帰ってくる、すごい毎週やってますよすごいな、そういうのもありなんだな、うん、毎週したらね、毎週やってる、うんうん、まあその辺はいろいろいろんな手段があるバスの中で200だね、うん、僕的な意見を言うと、行ったら向こうの人とちょっと話してもらいたいっていうか、うん、やっぱ関わってもらいたいっていうのがあるんで、うん、そういうツアーだとやっぱ作業してもヘトヘトになって終わりますか、うん、っていうイメージがあるんで、うん、こういうとこはすごいいいと思う、うん、僕はここの団体じゃないけどおすすめめっちゃおすすめ専修大学よりおすすめ、こっちの方が、そりゃそうです、うんうん、キャンプが楽しみたい人はそっちもいいかもしれないけど、でもやっぱ寝る場所がちゃんとしてるっていうのは安心感が全然、うん、全然違う、帰る場所ただ単のキャンプだったらいいけど、泥かきしてもヘタヘタになってテントに泊まるのはかなりきついですからね、これもっと知らせたらいっぱい行く人いるよ、うん、それをもうこのぜひ見に行ってほしいと思う周りにルース興味ある人、こう行きたいって言ってる人、やっぱ話したら行きたい、近い空気あるよね、うん、時間があったらみんな行きたいけど、チームゼロが危ねえけど、行きたいはまた違うよ、ね、写真の感じ写真の感じ、さっき見てた感じもね、行ける、行こうみたいな、そういう祭りやったりとか、そうね、向こうでしげちゃんとちょっとぶつけてみる、私も考えすぎて、出るまでが多分あんまり考えずとりあえず行ってみたいっていう思いで突き動かされて、で一歩出たから次に繋がるんですよね、うん、それを多分今まで行けなかった人っていうのはすごく考えて、あでも予定がな、あバイトがな、あクラスがなって考え始めると
多分どんだけいいお話もらっても、なんかこう誰かに押してもらわないといけないというか、そこから変えていかなきゃダメですね。それをなんかもう引き込んでこう、やりこさんが、あ、じゃあ俺も行くからちょっと、はいはいはい、みんな来るみたいな感じ。それはでもありますね。引き連れて、僕がいるから大丈夫だよって、何か困ったことあったりっていう、なんかこうね、経験のある人がいたら、なんかちょっと安心できるのかもしれない、同い年ぐらいでね。3泊4日ぐらいでさ、ツアー組んでくれればさ、宣伝だけはできるから、うん、いや俺も危ない人たちとのツアーじゃないこういう人たちとの保険に入んないそうそうそう、そういう保険入ってもらえないそうそう、ボランティア保険も大事だしね、保険は大事だからもし、あのもしなんかさ、自分でさ、集めたいって思ってるんだったらさ、企画してくれれば、ね、来たいという人多分いると思うし、知らせることができるから、次は大生ね、相手さん、相手さん、聞かない生、そうそう、大学生頑張ってほしい、ね、ぜひ大学3つもあるのに、ただここに20人とか来ないですからね。そうだね5人が1週間ずつ行くぐらいだね、うん、ちょうどいいで、残りの5人がヘルハウスに行くっていう、僕たちヘルハウス地獄の名前から引いちゃうヘルハウスに行くとヘルスのヘルですね。ヘルシーではないですよ全然気持ちが全然ヘルシーじゃないですよ肉ばっか食ってもドロンドロンの人たちですよすごいところに、どういう、全然想像つかないんですけど、みんなそこで生活してるんですか、ヘルハウスで。一応みんなそこで生活して、女の子が2人いて、まあ、その女の子、食事とかは女の子がまあなんか作ってくれたりとか、まあ、結構ほったらかしで、もうみんなビール飲み始めてとか、缶詰開けてみたいなだいぶやさぐれた感じのスラム街みたいな。女の子も結構まあ強気で厳しい人がいるんで、なんとか成り立ってうん、すごいですよ、本当は。他にもあの知り合いでいる手足で行った人は他に手足はいないです。僕ね、あとね、何人か知ってるけど、いますね、皆さん。俺は竹ぐらい。あ、そうですか、うん、またそういう人たち呼んで、こう行った人の話をこうみんなでこう聞きながら、こんなワイワイやれるといいですよね。からもっともみんな身近なことに感じてくれるから、また行きたいって人も出ると思うし、タイミングがあれば、そうですね、もうまた行かれるんですもんね、7月の。そう、行こうかなって思ってるけど、わかんない、まだそう急にいつも決めて、はい、そうですよ、もう物資はいらない感じですよね。物資はもうとりあえずいいけど、手持ち花火集めたい、個人的に。あ、なるほど。手持ち花火ってこうやつですか。うん、こうやつ、こうやつ、飛ばないやつ。あんまり火事になっても困るし、瓦礫が危ないの持ってるとさ、そうこっちの責任だからさ、それは、うん、でもやっぱそういうのが大事だと思う。今自分たちが普通の生活してて、何して遊ぶとかそういうこと考えて、物資だったら送ってあげたら、うん、もしかしたら助かる。楽器を送ろうとか、うんうんうん、そう、楽器かかって喜ばれるし、みんななんか津波の中からギター拾って弾いたりとか、そういう感じとかもあったりとかして、うん、そっかそっか、さ、なんかあのなんかポスターもらったんですけど、それにね、野球がしたいってね、入ってますね。あ、野球もすごい、なんかでもグローブ屋さんが集めたらしくて、松戸っていうところ、松戸市、あの松島の方の宮戸市ってとこ行ったら、うん、グローブ6歳ぐらいの子にグローブをなんか20個ぐらい託されたらしくて、野球がしたいってことで、野球がしたいです、神様、でそういうスポーツ系のこともあるかもしれません、ここにはって、それはあるかも、場所も言いますもんね、野球はね、滞ってない、滞ってる物資が多分、うん、そっか、うん、細かく野球もしたい、それなん、あの電車に吊り下げてあるような感じのポスターなんですか。これなんか復興ののろしっていうなんかポスタープロジェクトがあったらしくて、あるらしくて、その中ね、知り合いが買って
お店に貼ってって言われて、こんなにたくさん商店街に貼ろうかなと思ってるんですけど、めっちゃいいじゃないですか。これからそういうのが必要になってくるんですかね。自分の信じた道をね、進んだ方がいいですよね。そうですね、情報はいっぱいありますからね。そうですね、情報に惑われされすぎずに、これみんなあのメーリングリストは、あのメーリングリスト、そうですね、僕が入ってる今日はね、そのメーリングリストの人たちじゃない、あ、人たちです、大体それで送ればみんなに伝わると何か。そうですね、70人ぐらいは登録してくれるので、そう、伝えたいことがあった時はあれ使ってもらって、じゃあとりあえず花火ですね。花火、うん、花火僕作ってもいいの？あれ危ないでしょ。別にいいですよ。大丈夫です。そう、なんとか多分できやってやれないことはないと思うし、多分そうですね、こうやって協力してくれる、話聞いたりとか協力してくれる人いるんで、なんとでもなります、うん、大丈夫です、なんとかしましょうっていうことで、みんな意外となんとかなりますよね、うん、そう、みんなでなんとかしないと、ここで動いててもやっぱしょうがないし、今、うん、そうじゃないとこに来てる、もっと団体でガツンと一発動くべきみたいな、うん、だから豊橋とか、まあ、この辺盛り上げたいですよね。